こんにちは、海です。本日はですね、2月になったということで、2月のクエストの今日はチャレ級をやっていくんですが、まず最初に動画視聴ガチャをやっていきます。さあ、そろそろ月限とか出てくれ。おー、パネラー。はい、2回目。本当にね、引きが悪い。動画視聴ガチャ、いや、めっちゃ出るじゃん、ラジエル。昨日も出た。3回目。いや、なんか、降臨系じゃなくてさ、ガチャゲン。さあ、4回目です。はい。数限。お、銀。なかなか銀は珍しい。はい、ということで、今回は2月クエストの上級者向けチャレンジレベル9落ち込んだしをやっていきたいと思います。今回ね、チャレ級の報酬が上限解放ということで、まあ皆さんね、全部やるとは思うんですけども、忘れずに、報酬がうまいので忘れずにやりましょう。まあチャレ級といえばね、ちょっと初見殺し的なところがあるんですけども、今回は多色がいいのかな。多色でガードブレイクを積んだ編成が楽なのかなっていう感じなので、まあ私はこういう編成でクリアしたよっていうのをちょっと紹介していこうと思います。まずリーダーが、昨夜ストーリーの昨夜ですね。フレンド側がストーリーのメイメイですね。昨夜は固定600万があるっていうのが楽だったのと、あとメイメイに関しては操作時間固定なので指激減があるんですけど、そこも食らわないっていうところが、とてもやりやすかったのでおすすめです。はい。そして、サブですけども、今回ガードブレイクを入れるために、マキさんですね。呪術廻戦のマキさん、まあ、ちょっと星7の呪術廻戦のキャラなので守ってない方もいると思うんですけど、まあ、全然代用いっぱいあると思います。全然ガードブレイク持ってて、まあ、そこそこ火力が出れば何でもいいです。皆さんのボックスの中のキャラを使っていただければいいかなと思うんですが、スキルがエンハンスなんですよ。エンハンス持ちでデバフ来るんですけど、そこでデバフを返せるっていうところも強いところだったので、まあ、採用、マキさんを採用したっていう感じですね。はい。セシリアは、まあ、毒耐性持ってるっていうところと、まあ、神キラーが刺さるので、っていうところで採用しただけなので、これも本当にいっぱい代用があると思います。このダンジョンに関しては、ドッグと、お邪魔の完全耐性はあった方がいいので、まあ、ドッグかお邪魔の完全耐性持ってるやつを入れて、でもアシストとかでまたどっちかの耐性を補う、もしくは普通に、サブに毒耐性、お邪魔耐性のキャラ両方入れるっていう感じですになると思います。はい。なので、本当に何でも良い。何でも良い。今回は本当に編成何でも良いです。はい。ただ色だけね、火、水、木、光、闇揃えるようにしてください。で、アシストはですね、メイメイとセシリアにしかついてないですが、普通に、お邪魔耐性を補っているだけですね。で、今回封印とかバインドもいらないので、適当で大丈夫です。やっていきましょう。まあ、3フロアだけだし、そんなにね、難しいことはないんですけど、ルーレットなので、まあ、ルーレットが苦手な方は、ちょいきつなところはあるのかなという感じはしますが、わかんない。どうなんだろう。はい。ちゃんと色を組んであげれば抜けますね。で、超根性も固定で飛ばせますと。はい。で、次が、転生ラー。また、なんだっけ？ルーレットしてきますけど、まあ、ここもさっきと同じで、まあ、特に、あれかな、難しい感じはしないですけども。
色を決めてればとりあえず大丈夫です。で操作時間も15秒あるので落ち着いてやっていきましょう。そしたらここで覚醒無効を食らうので、サクヤとあとデバフを返すためにマキさんを使っていきます。はい、これを使うのはこれ胸クソ悪いけどな。胸クソ悪いんだ。胸クソ悪いけどな。こんな感じですかね。電色消してもろて、突破していきます。はい、全然簡単ですよね。ルーレットが相当苦手じゃなければ結構楽だと思う今回。はい、ボスが結構初見殺しで30ターン遅延とデバフと、指激減半減だったがきますので、まあ、初見だと結構きついですが、今回指は関係ないので、でデバフは、返さなくてもいけます。はい、デバフ返さなくてもいけちゃう編成なので、まあ適当に適当に、はい、さあ急コンボで超根性まで削ってもらって、同じく色を消すだけ。いやー偏ってますね盤面が。あー、オッケーオッケー。いやこれは非常に簡単でいいですね。火水黄光闇、はい、全部消えてます。こんな感じで6コンボ以下吸収も余裕で突破ということで、チャレ Q クリア、ありがとう。まあチャレ Q とはいえ割と簡単な方だったかな。本当に代用もいっぱいあると思うので、ぜひ皆さんのボックスの中でいい感じのキャラを見つけてあげてください。以上になります。ちょっと短いかなと思いますけど、本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさよなら。